しずく、やっと見つけたわ。ランジュさん、どうしたんですか？あのね、かすみとリナがオフィーリアを見たことがないなら見せてもらった方がいいって言うのよ。すっごく可愛いって。だからしずく、ランジュにもオフィーリアを見せてちょうだい。見たいわ。もちろんランジュさんにもお見せしたいです。ランジュもご一緒しませんか？これから学食に行くところなんです。学食よりいいところがあるわ。今日はランジュ、特別な中華のランチビュッフェを用意させたの。しずくの大切なオフィーリアを見せてもらうんだから、このくらいしないとね。そこでじっくり見せてちょうだい。特別なんですか？そうよ。そこまでしてもらうほどのことでは。ランジュがしたいの、いいでしょ。それとも、しずくは中華料理は得意じゃない？いえ、大好きです。キャッ、じゃあ問題ないわね。ほらほら、行きましょう。では、お言葉に甘えさせていただきます。実は今朝、お散歩の時にオフィーリアの意外な一面が撮れたんです。これをお見せするのはランジュさんが一番最初です。ランジュが一番？まあランジュは大体のことが一番だけど、一番にお友達の素敵なものを見せてもらえるのは初めてよ。シェシェ、しずく、ランジュ一生記憶に残るくらい見るわ。